あのおせちって入ってるもの甘いもの多くない？甘くないものある？栗きんとん甘い、黒まローストビーフとおせちに入ってるの？うちヘルエスタだからおせちの文化なくって、伊達巻きはね全然大丈夫じゃなかった。数の子ってやばいの。数の子私ね食べれなかったんだよな。保存食なので、あーなるほど、日持ちするようにってことなんだ。昆布巻きとかかまぼことか、そうか、私練り物も好きじゃないからダメだ。あ、そうだね、エビは確かに甘くないかもしれない。伊達巻きはね全然ダメなんだろうなって分かってたんだけど、あれはね、あの町会がどうぞって言ってね案させてくれたからね食べた。なんかその時隣にいたシェリーさんが大丈夫か大丈夫かって言ってくれてたけど、私しかもさ、そうあのね、町会伊達巻き、あの写真の通りまあまあのサイズがあったんだけど、一口でさグイグイするからもう一口で食べきるしかなくってさ、もう口中伊達巻きみたいな。でも私ミニ単位ずつしか食べれないから全然減らなくて、伊達巻きが危なかったよ。ほんと始まる直前までに食べきれてよかった。フードファイターみたいになってたね、あの瞬間だけ。ちょっとずつちょっとずつね食べてましたけど、いや甘かったね伊達巻き。でもこれが伊達巻きかと思って勉強になりました。だからみんながワイワイおせちをこうね和気あいあいと食べてる時に口の中パンパンで全然何も喋れなかったけど、全然ね悪意なき間違いの。いやでもそう、ビフォートークがさあひどくない？ディレクターにさ、なんかいつものその始まる前の素のテンションでいいですよみたいな風に言われたから、リアルな初対面感をそのままお届けしたのに。